遥か遠い昔、中国は魏、呉、蜀の三陣営に分裂し対抗している。各陣営は中華統一を目指し争っていたが、中でも蜀は最も弱く、勢力を伸ばすことに苦戦していた。くそー、どうすれば他の勢力に対抗できるんだ。知略に秀でた軍師を迎え入れればいいんじゃないでしょうか。もうすでにやろうとした。だが俺を見ると有能な人物が皆逃げていくんだ。一目で上司の無能さを見抜いてしまうんでしょうね。あ、そういえば辞めていった軍師が代わりとして一人推薦してくれた奴がいたな。それを忘れていた時点で無能確定ですよ。よし、そいつを呼び寄せるぞ。抵抗ペンギン。三国時代の上司がブラックすぎた。今日から軍師として働くペンギンだ。よろしく。まったく、三回も呼びに行かせよって。上司、1キロ先で魏軍の姿を確認しました。うおー、魏軍が攻めてくるぞ。何とかしろペンギン。僕たちの軍は2000、魏軍は40万だよ。20倍の差があるよ。200倍な。おお、本当にペンギンは頭がいいんだな。天才です。小学生でも分ける計算で褒められたくない。それでどうやって魏軍と戦うのさ。敵の敵は味方と言うだろ。俺に考えがある。同盟。国力、軍事力において魏は圧倒的だ。呉がその次にあり、俺たち蜀が一番弱い。勝ち目なんてないじゃないか。いや、ある。どこにあると言うんだ。重要なのは一番強いのは魏だということだ。ということは呉も魏を厄介に思っているに違いない。そこでだ、俺たちは呉と手を組み、連合軍として魏と戦うんだ。だが、その考えに応じてくれるとは思えん。どうやって説得する。俺の秘蔵の裸芸でもやるか。やめろ、説得できるものも説得できなくなる。10万本の矢。ペンギン、お前の説得のおかげで呉と連合で魏と戦うことが決まった。やったね。ただな。どうかしたのか。呉はお前に命令を出した。10万本の矢を集めてこいだそうだ。10万本。そんなのむちゃくちゃだよ。うちにそんな数の矢はないよ。もしかしたらペンパイの才能が怖いのかもしれないですね。どういうこと。ペンパイに無理難題を吹っかけることでわざと失敗させて、それを理由に排除させようとしてるんじゃないでしょうか。そんな卑怯だよ。大丈夫だシャチ、10万本の矢を集めてみせる。3日でな。何、3日。本当にできるのか。ああ、できる。俺たちが持っていないのなら他からもらえ。他って誰だ。サンタさんか。なわけあるか。ギーからもらうんだ。ぶっぺー、敵が矢をくれるわけないでしょ。パンダ、もし敵の船が今目の前に現れたらどうする。やばいってなって、どうしようってなって、あばばばばってなる。お前に聞いた俺がバカだった。シャチ、どうする。迎撃しますよね。どうやってだ。敵は船で現れているから矢を追いかけて。はあ、そういうことだ。魏の前に船を出して矢で攻撃させればいい。あとはその矢を回収して呉に渡せば課題クリアだ。三つどもえの維持。そうして俺たち蜀は呉と共に魏の侵略を食い止めることができた。パンダさんから連絡入りました。魏の将軍が退却しているそうです。よし、よかった。退却している魏の将軍を倒すようにパンダに伝えろ。待て。どうしたペンギン。倒さずに見逃してやった方がいい。な、どうしてだ。俺たちは三つどもえの戦いをしている。ここで魏の勢力を削っても呉が有利になるだけだ。なるほどな。よし、パンダに見逃すように伝えろ。わかりました。LINEも送っておきます。急に時代設定崩すな。返信来ました。シャチ君こんばんは。ペンギンにそんな考えがあったなんて驚きだね。将軍長を見逃して今から帰ります。文面は気持ち悪い。これが後に言う赤壁の戦いである。その後の蜀。その後俺たちは4つの都を占領した。俺は4軍のうちの3軍の統治に当たるように命令された。ねえペンギン、次はどうやって戦えばいいの。待て、今作戦を考えているところだ。ペンギン、兵士たちの不平不満が溜まっている。何とかしろ。わかった、すぐに行く。あとは統治の計画を考えて。はあ、忙しすぎて一息つく暇もない。ペンギンのお仕事。ついに国を建てたぞ。ペンギン、お前は今日から上将だ。上将。ペンギン、空を飛べるようになったの。全く違う。元の世界でいう総理大臣ですよ。だから元の世界とか言うな。国はお前にかかっている。頼んだぞ。ああ、いい政治を行って国をより良くしていかないとな。ペンギン、お前に今日から仮説を与える。は？仮説とはルールに違反した者に罰を与える警察官と裁判官合わせたみたいなやつである。
いや、上昇の仕事があるんだが。それと並行してやれ。パンダにでもやらせればいいだろう。パンダは頭が悪いから無理だ。そしてルールを破る側だからダメ。以上。簡潔で分かりやすい。頼んだからな。ああ、良い政治を行って国をより良くしていきつつ、ルール違反者は厳しく取り締まって風紀を守らないとな。今日からお前に司令行為の任務を与える。は？司令行為？労働者を管理する仕事だ。司令行為はシャチの仕事のはずだっただろう。シャチは死んだ。そんな簡単に伝えることじゃない。今回自分出番少なかったな。ならパンダにでもやらせればいいだろう。自分の仕事も管理できない奴に他人が管理できるか。あいつ何ならできるの。とにかく頼んだからな。な、おい。はあ、仕方ない。良い政治を行って国をより良くしていきつつ、ルール違反者は厳しく取り締まって風紀を守り、労働者が健康を損ねたり反乱を起こさないように管理しないと。無理に決まってるだろ。再びの三国時代。ペキン、この仕事とこの仕事も頼むぞ。パンダもいなくなったからな。パンダの仕事も頼むぞ。上昇の仕事の後は司令行為の仕事をして。なんだ、世界が回っている。体に力が入らない。無理をしすぎたか。もっとやり方があったかもしれない。もっと頼れる仲間と共にこの時代を生き抜きたかった。こんな最後になるなんて。ガク。こうして諸葛亮孔明もといペンギンの生涯は過労死という形で幕を下ろした。いつの世も有能すぎる人物は不幸な最後を迎えるものである。あれ、俺は死んだはずじゃ。やっと目覚めたね、ペンギン。待ってましたよ、ペンパイ。シャチ、パンダ、ここはどこだ？どうしてお前たちがいるんだ？自分たちは生まれ変わったんですよ、この世界に。この世界？ああ、なるほど。そう、ゲームアプリ覇王の行波乱なる三国志の世界にね。覇王の行波乱なる三国志は三国志を元にした戦略ゲーム。多様な武将、兵士や機械を組み合わせた豊富な戦略で三国時代の戦いを体験できるんだ。戦略を練って三角さんの盤面に4人の武将を出して攻略していくんですよ。三国乱世の戦いを好みでは味わえるのか。さらに超リアルな地図と壮大なフィールドの中で自分だけの城を建てて発展させていくことができるんです。自分だけの城か、夢があるな。登場する武将も関羽や劉備、諸葛亮、張飛など著名な三国志の偉人たちが多数登場するんだ。またイラストが美しくて眺めてるだけでも楽しいんですよね。こんなにかっこいい武将がたくさんいるなんてワクワクしてしまうな。他にも他のプレイヤーと戦ったり同盟を組んで協力してプレイすることができるんです。大規模な同盟合戦は手に汗握ること間違いなしだよ。さらに今なら総計2000万円もの高額争奪戦のキャンペーンに参加できるんです。総計2000万円も笹の葉たくさん買えるじゃない。史上最も本格的な三国志シミュレーションゲーム、覇王の行波乱なる三国志。みんなも可能性無限現代の三国歴史を作ろう。ぜひやってみてね。このギフトコードをゲーム内で使うとゲームを有利に進められるぞ。新しく転生したこの世界では俺は武家の生まれでも何でもなかった。だがそれでも関係ない。この知恵と能力で成り上がってみせる下克上だ。ペキン、今回もナイス宣伝だったぞ。黙らっしゃい。ペンギン、僕一人で海外旅行に行ってくるよ。どこに行くんだ？ヨハネスブルグ。なぜそんな危険な場所に？え、ドイツのどっかでしょ？なんとかブルグって地名ドイツに多いんじゃない？ちなみにブルグってお城って意味なんだよ、知ってた？それを言うならブルクだ、ク。次回、凶悪都市ヨハネスブルグに行くとどうなるのか。え、じゃあブルグって何？ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチペチ、ペチペチ。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ペチペチ、ペチペチ、ペチペチ、ペチペチ。この腹黒パンダが。